皆さんこんにちは、パツロ必勝本の嵐です。この動画ではセイントセイヤシリーズの最新作セイントセイヤ冥王復活の重要な情報をいち早く私嵐がお届けさせていただきます。またこの動画では3種類の視聴者プレゼントもご用意させていただいております。動画の最後では応募方法とキーワードを発表させていただきますので、ぜひ最後までご覧になってください。今回のメニューはこちら。まずはコスモポイント1000ポイント到達時のアイテムについてです。まずはコスモポイント1000ポイント到達時のアイテムについて解説させていただきます。1000ポイント到達時はスペクターバトルに加えてアイテムも獲得できます。アイテムは1000ポイント到達時に発生するコスモルーレットで告知されます。獲得できるアイテムはクロスボックス、ゾクストック、セイントラッシュ直撃の3つ。その振り分けはご覧の通りです。続きましてはクロスボックスでの継続率アップ抽選です。クロスボックスはスペクターバトルの初期継続率に加算する継続率アップアイテムとなっておりまして、上位色のボックスほど継続率アップに期待が持てます。クロスボックスは1個あたり 5% の継続率アップに加え、 1% ずつのループ抽選でも加算されていきます。ループ抽選の継続率は 70% から 99% の4パターン存在します。その振り分けはご覧の通りです。続きましては通常時のパンドラの箱開放についてです。パンドラの箱は開放されると通常時セイントラッシュ中ともに様々な抽選が行われますが、通常時は 50% でゾクストックの獲得となります。なおパンドラの箱の獲得ポイントには下演出も存在しますので、見逃さないように注意しながら打っていきましょう。以上が今回の解説内容となります。最後に視聴者プレゼントの詳細でございます。今回ご用意させていただきましたのはこちらとなります。どれもここでしか手に入らないスペシャルな一品となっております。応募方法は毎回動画の最後に発表されるキーワードを全て集めていただきまして、専用の応募フォームから応募していただく形となっております。詳細は概要欄をチェックしてみてください。今回のキーワードはこちら。次回はスペクターバトル中のゾクストック抽選などをお届けさせていただきます。ぜひご覧ください。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。